世の中に新鮮な驚きを与える人がいる。高平春康が見せる新しいムーブメント、無限に広がるフレッシュな世界。新しいことを創造する新しい人、フレッシュフェイスズ。愛は食卓にある。キユーピーの提供でお送りします。フレッシュフェイスズ in the case of 春康高平。日本の山には植林されて放置された大量の針葉樹があります。そのことによって土壌が枯れて最終的に土砂災害につながるという事実を聞き、クリエイティブの力で何かできないかなっていうふうに思ったんです。東京で広告デザインをしている高平、仕事で出会った縁で石川県白山市の人々と斬新な発想で木の新しい使い道を発明した。それが経済活動を生み山を育てる木のプロジェクトだ。地元の林業者から捨てられてしまう植物や木材を我々が購入し、付加価値のある商品を考えていきます。そしてそれを実際に形作るときに地元の工場を巻き込みながら、オール石川でできる地域完結型のものづくりというものを行っております。最初の商品は木のソーダ。今まで捨てられていた黒餅という爽やかな香りがする香木を白山の水で蒸留して作った炭酸水だ。地元で製造し、収益の一部は間伐や植林など山の保全に還元。今までも捨て取ったようなものを活用していただけるっていうことが、いろんな部分で広めていけるのかなっていうふうに今感じています。新しいこと、変わらないセオリー。森を永続的に守る、その担い手を増やす取り組みも行う。木を職にするエキスパートと小学生がお互いにコミュニケーションを取り、地元の自然、そしてそれを生業とする職業の魅力を伝える木のスクールというものを開校いたしました。木から生まれた紙石鹸も使い、楽しみながら木の活用法を学んでいく。フレッシュフェイスズ、その先は。この活動は地域の声を聞き、地元の方たちと一緒に取り組んでいくことが大切だというふうに思っています。最終的には私たちが抜けた後も地域で自走できるだけのノウハウと地域経済が生まれ、それが日本中に広がっていく、そんな活動になったら嬉しいです。愛は食卓にある。キユーピーの提供でお送りしました。